俳優さんどうもいつもお世話になっております。コマルのゲームラブでございます。はい、本日は稚外保健園の11年目の春ということで、もう11年目ですね。終わっちゃいますね。もうそれでは続きの方やっていきたいと思います。さあ、まず確認からいった方がいいですね。こういうのはね、やっぱりバースデーとかさ、そういうなんていうの、この絶対数を上げるものをちょっと無理してでも早めに作った方がお客さんは多分入ってくれたんだと思うんだよね。だから今回の1周目の敗因はおそらくそれではないかと。まあ多分トロッコこんなでかくしたのも多分これダメなんだろうね。これね、ここで100マスのやつを作ろうと思って、もっとね違うこのね、あ、季節のイベント了解です。春のアドベンチャー、これも立てれるだけど立てられないやつでしょこれ。あのスキルポイントみたいなの足りなくて、参りましたね。宣伝しよっか。じゃあとりあえずこの残りの どこを広げればいいかっていう、こっちこんな空いてんだ。まあここだろうね。早くするやつないんだもんね。どうせない。ランクアップ条件は何個か満たしたの。あ、ほとんど満たしてないに。1日の入場者数650人、これ伸ばしたかったな。研究すると遊園地全体の人気か。やっぱ駐車場やバス停なんだね。ゲストの帰る理由に対策を取り滞在時間を伸ばしましょう。やっぱそういうとこだったんだよ。荒野の家、荒野の家とか建ててないの。こっちだっけ荒野の家。あれどこだっけ荒野の家。荒野の家はどこにある。ちっこ、ちょっとでかくしなきゃダメじゃないこれ。あ、こいつもしかして家ないの。あるよね。拡張する感じ。こんな感じで。それはないんじゃない。こうかな。荒野の家。これ。荒野の家ありました。邪魔じゃないぜ。中入れんの。ありがとうございます。荒野の家のおかげで安心してさらに楽しめそうです。チョコポップコーン、これもポップコーンさんでしょ確実に。 ありがとうございますデザイナーさん。感動した。大本になりました。千代の富士脱臼。ウエスタンフォトスポットが欲しい。
まあこれ研究シルエットとかフォトスポット、あ、まあコストダウン1いってるしな、うん、ポップコインさん、あ、そうそうそう、あ、間違えた、これにチョコポップコインにしようか、うん、叶えられることは少しずつ叶えていこう。アイスショップ、フードコートにアイスショップがあると、フードコートこっちだよね、アイスショップこれか、施設の充実がレベル3以上だって、あ、ニコちゃんが1足りない、1入ったらすぐやるよ。トゥ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 、ほら散々来い、あ、来た来た、はい、どうぞ、でででででで、はい、アイスショップ発見しましたということで、アイスショップを設置と、何か設置できるの増えたかな、これあるの、なんか同じの見事入ってる、まあいいか、ショップ人気アップ、ありがとうございます。このおすすめメガホンって結局全然使わなかったな、これもっと使ってたのやったのかな、ライバルのサンドウィッチランド、サンドウィッチランドってなんだろうな、サンドウィッチランドが一番だと思ってたけど、今は違い方形園が大好きです、ありがとうね、うーん、あ、快適なメリーゴーランド、これとかギリギリいけんじゃない、乗り心地だって、乗り心地を上げましょう、いけ、これでいいんだよね、はい、お金がたくさん増えましたと、お、また横取れたぞ、地球の輝きか、レベル4の C カップ、 C カップなんてもうこんなもう錆びてると思うよこんな、うん、お、8700円、長いゴーカートか、ところでって感じするけどな、くっついちゃう、でかくなったじゃないですか、これほら、うん、ポップコーンを1個いただきました、ポップコーン1つぐらいでこの何百万っていう改築をしたのか、野球少年のために、あとなんかお金で解決できる何かない、お金で解決できる何か、200マス以上の広い施設か、いけるのあんのかな、
あれはこれ。35増えました。今どれだけ所持してんのこれ。それが分かんないんだけど。ああ159までか。全然だったね。110も欲しいね、これ。全然足んないじゃん。なんかいろいろこういうの置いとこうんじゃん。超すげえこれ。人気高そう。477、200円も上がったよ。なぜかここだけアグしとこうか。ここだけ青い意味だって。ここもアグしとく。まあね、青いゾーンがあってもいいだろう。ん、何も青くは見えないかな、そこだ。もうトイレ。人気全然ないね、このトイレ。幸福感って何、トイレの。ちょっと俺には分かんないな。ああ綺麗だなーっていうトイレだな。まあ確かにちょっと気持ちいいよね。お、新着メッセージ。あ、ここで切り替えられるんだ、要望とかチャンネルとか。今さらウエスタンフォトスポットが欲しい。ウエスタンね、あの見た目より小さいんだよねこれね。ああどうしよう、これか。まずは、え、これで解放。ほうほう。ああ、ニコちゃんマーク36はないな。トゥンツツトゥントゥントゥントゥツトゥンツツ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 ツ。それ失敗じゃない？絶対に。まあいいか、買ってくれてるから。お、一気にたくさんの感情を食べました。ありがとうございます。おお、ニコちゃんマーク15ポイント。計画的にこの穴開けしていかないと。リコピン TV ロイヤルリス姫。それ、どこ行ったリス姫とか。ノリオーリー、オーリーザノーリー。どこ、あ、ここか。真っ暗じゃん。リス真っ暗の中で何してんの？リス。
真っ暗なのに人いるね。もうリスだか獣だか分かんないでしょ、それじゃ。まあリスも獣だけどさ。あ、待って、あれできる。営業時間を延ばす。突然のライトアップ。え、真っ暗ですけど。結局真っ暗なんですけど。パレードはちゃんと春っぽい。おい、春ワイロくんじゃん。6じゃいけねえな、12だな。そうか、これも研究なのか。いや大変だなこれ、ほんとポイントが。はい、春のイベント終了しました。 B ランクでございます。あ、S 行きました。 S 行っちゃいましたよ。あ、やった、招待客。招待客を呼べますよ。春を感じた、感激、自然を感じる、癒された、眺めがいい、ワクワク、お腹いっぱい、いい写真、いい元気いっぱい、いい買い物、かわいい。何これ。いや、お腹いっぱいとか、いい写真が撮れたっていうのはいいよ。元気いっぱいとかどうでもよくない？どういうことなの、ごめん。あ、休憩所がいっぱいあったから、あの、元気いっぱい動けて、これいい買い物、これ商品が良かったってことかな。かわいい、クール、かっこいい。クールとかっこいいって何が違うんだろう。喉が潤った。喉が潤った。お前、喉乾いたから、あの遊園地行こうかとは絶対ならないだろ、だって。嬉しい、怖かった一人いる。あー、いいね。いや、春、季節が変わりました。夏になりましたということですね。はい、はい、 S 評価、素晴らしい。春のスーベニアセールが開催できるようになりましたということで、いや、素晴らしい。お、何これ。ああ、あれか。投稿を見るとか、そういうことか。はい。ということで、本日は春が終わったということで、また次回、夏編の方をやりたいと思います。それでは本日も動画を見ていただき、誠にありがとうございました。それでは皆さん、またねー。